君と終わらない歌を歌おう、たとえ夜が明けようとしても、お祭り気分で行けばいい、今この時が大切だから。悪いこと起きても気持ちを切り替えれば、
Thank you.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 
前もみじの種を使ってこんな実験をやりましたね。高いところから落とすと回転しながら落下、プロペラのように滑空するタイプの種、それを風散布型種子と呼びましたね。K's 散布型種子。そんなもみじの種を先週はこんな薄汚い紙を使って、こんな折り紙みてえな真似をして出来上がったのがこれ。高いところから落としてみると、折り方がむずくて覚えられねえよ。こんなの作る気にもなれんわ。ということで、もうちょっと単純なやつをご紹介。紙とペットボトルを使います。紙をこんな羽みたいな形にカット、そしてペットボトルはこんな形にカット。透明で見えにくくて申し訳ない。その2つを組み合わせてクリックで固定。透明で見えにくいけどこんな風にね。なんとこれで完成。やたら簡単でしょ。こん投げてみると、これがいいことが分かりました。そう、カップ麺の蓋です。アルミ箔と紙の複合素材でしっかりしているのでね。ペットボトルをこんな形にカットしてクリップで固定。それではいざ落としてみましょう。たら簡単なので、ぜひとも真似してみてくださいまし。絶対に関係ないけど、猫に見せてみた。じゃれるかな。ただ可愛いだけだ。黒猫はどうかな。興味なさすぎて寝ちゃいそう。一応興味あるふりをしてくれる優しさ。しかし忖度もここまでか。先週はあんなにじゃれてくれたのにね。夏はしんどいね。
味を。そうでもなかった。みんな暑くて遊ぶ元気ないのかな。ちょっと興味ありそうなんだけどな。マッサージ用品なのかも。僕はまだ眠いんだ。乗せても特に反応なし。投げたことすら気づいてむさげ。僕はまだ眠いんだ。虫オラボ終わり。